きにやりたまえ、そう言われて、不意に立ち止まる感覚はある。稼がない状態、その不自然さ、あるいは不安と言うべきか。多少は、求めた状態になりつつあるか？理不尽な排斥、否定、拒絶、窃盗、そういう中で、逆にそれを敵とすることで何か、自制ができた部分はある。常に自分は虐げられた側であり、つまりは正義だった。良くない状態のような気もする。奴隷があるいは鎖を求めているようなものか。この先は、新型コロナウイルスに関してはまだちょっとわからない部分はある。もしでもだとしたら目的は何で地震に何か関係するか否か。ともかく、今まで通りはどうやって維持すればいい？あるいはもう何の抵抗もない。その上で、あるいは進行する先にはあるいは、不愉快しかないのだ。経過した時間、失ったもの、取り返せない。